こんにちは、ゆうすけおかわです。今回は Adobe Premiere Pro によるビデオマスキングエフェクトについて説明していきたいと思います。はい、ビデオマスキングエフェクトというのは動画と動画のつなぎ目をよりスムーズにかっこよくするためのマスキング、まあいろいろな用途に使えるんですけど、今回はつなぎ目に利用する方法を説明していきたいと思います。動画と動画のつなぎ目をかっこよくするということなんで、ビデオトランジションのようなものなんですけど、まあ、一コマ一コマ追加していかなきゃいけないので手間がかかります。まあこのような、今回も Adobe Premiere Pro で説明していきたいと思うので PC に。はい、それではビデオマスキングのやり方について説明したいと思います。はい、まずシーケンスにクリップを2つですね、つなぎ合わせたい動画を2つシーケンスに並べてください。ここは大分県に行った時の動画ですね。飛行機の中のシーンとドローンのシーンをつなぎ合わせます。で、まずはじめにそのマスキングをしたい動画の部分を定めていただきます。ここだったら飛行機のこの窓の縁、ここですね、この楕円の部分、ここを線にしてマスキングをしたいと思います。で、ここでマスキングすると黒くなってしまうんですね。やってみればわかるんですけど、なのでそれを回避するために動画を重ねなければいけません。それでは細かくやっていきたいと思います。まずはこの部分ですね。そして上のドローのシーン、エフェクトコントロールで不透明度の四角の部分ですね、ここをマスキングします。画面をちょっと大きくしていただいて、この部分ですかね、このような感じで最初にマスキングします。すごい地道な作業になるんですけど、これを繰り返していきます。まあ、一コマずつやらなければいけないので、まあ、かなり地道な作業ではあります。かなり手間がかかる作業なんですけど、まあこれをすると非常にいい映像ができますね。で、今回は動画で説明しているので結構アバウトに雑な感じでやっちゃうんですけど、まあ、このような感じに、まあ、一コマずつこういう風に、ね、一コマずつにすごい雑になっちゃってるんですけど、そこら辺は許してください。チュートリアル、ここですかね。これで全体がドローンの画面に映れば完成ですかね。これで全体的にマスキングができました。こういう流れになります。で、ここでさすがにこれはカクカクしすぎだろうということで、今ビデオマスキングエフェクトについて一通り説明したと思うんですけど、まあ一つ注意事項として絶対に守らなければいけないのがタイムボタンを押し忘れないこと。タイムボタンを押し忘れるとマスキングの全ての作業が水の泡となってしまうので、そこだけは絶対に忘れないようにしてください。この動画を見て少しでも自分が作る作品をかっこよくできたらとても嬉しく思うので、その時はコメントしてください。どうもありがとうございました。